今回は、探偵、の話よ。探偵といえば、某小学生探偵や某孫の探偵などが出てくるけど、実際の探偵さんはどんな仕事をしているのかしら？実際の探偵である一致の語る内容は、そういったフィクションの華々しいものではなく、なんだか世知辛い内容みたい。短くサクッと見れちゃうお話だから、ぜひ最後までお楽しみください。探偵として飯食ってるけど何か質問ある？スレの始まり始まり。真実はいつも一つ。年収は？去年は400万ないくらいかな？約決めてる？シャーロック・ホームズのことかしら？若葉くらいかな？タバコのことね。仕事やってて一番ヤバかったこと教えてや。その筋の人つけてて見つかってボコボコにされて引っ越したぜ。入院したんか？してないでー。怖くなって遠くに引っ越した。一致は探偵業は重労働と感じるんか？楽やけど生きてる意味ないなーって思う。今もラブホの前に車止めてジジイが出てくるの待ってる。今は仕事中なんか？一応、にちゃんしながら待ってるだけだけど。詳しくなくていいからどんな仕事か教えてや。60代のじいさんの浮気調査、一人でラブホ入ったから証拠がまだ取れてないんや。つまらんくてすまん。60のじいさんでも性欲あるんやな。31。ほんまうざい。こっちは全然してないのに。わいなんて一回もしたことないぞ。じじいを許すな。奥さんに怒られてるところも撮影してばらまきたい。雇われ？私立探偵なんて実際やってけると思う？雇われやで、有能ならできるんかな？聞いたことない、っていうか許可おりなさそう。Y 米課長の某警察やけどここ殺人事件起きすぎやろほんま。Y に依頼してくれ、推理とかしたい。体内時計とかずれまくっててそうで辛そう。ジジイ昨日の昼から入ってまだ出てこないんだけど、はよし寝よ寝たい。そのジジイ遺体で発見されるのとちゃうか。ちょっと面白いなそれ、警察に協力してー。同僚から聞いた面白話などある？他の探偵事務所何か所からも雇って競わせて遊んでたクソマダムがおったらしい。誰が最初に夫見つけれるか。金持ってんなクソマダム。うちだけで100万近く。やっぱ映画とか漫画の探偵に憧れて始めたんか？違うで、大学中退してほぼニートしてたら先輩に紹介してもらった。探偵もちゃんと契約制なんやな。しかもほとんど不愛クソ。職業聞かれて、探偵、って答えるんか？そういった時の相手の反応は？職業欄にはサービス業って書いてる。友達とかはコナンに憧れてるの？とか言われる。探偵になる前と後で何か成長を感じることは？ちゃんと前見ないでも歩けるようになった。意外とみんなセックスしてるって知った。探偵してたおかげで芸能人に会えた、的なラッキーな出来事ある？全くないです。風俗の店長とかホテルの受付とかしか会わない。警察との関係みたいなのはどんな感じなん？警察がやってくれないことをやるっていう感じかな。被害に遭う前のストーカーの調査とか、警察がやることは全然ワイらには関係ないし、やったら捕まる。仕事で面白いネタないのか？難しいなぁ。本社勤務の人は旦那の浮気ビデオを奥さんと一緒に見るっていうちょっと興奮する仕事とかある。ビデオ長いと大変やな。一応担当者が編集する、一番クソだと思う仕事。漫画みたいに殺人事件に関わることなんか全くないで。関わりたいけど刑事事件に関わると捕まっちゃう。小五郎さんアウト臭い。風俗の店長とかホテルの受付とかその他でも、〇〇探偵事務所のものですけどって話聞くんか？言わない。尾行してるとも言わない。車止めていいですか？とか聞くだけ。怪しいやつやな。わら、話してくれるんか？めっちゃ怪しいかもな。待ち合わせしてるんですとか嘘つく。警察に聞かれる以外は探偵とは言わないかな。おもろかったぜ。張り込み頑張ってな。フィクションの探偵とはだいぶかけ離れていたわね。警察のやってくれないことをやってくれる便利屋、みたいなものなのかしら？個人的には一晩経ってもホテルから出てこない60代のおじいさんは結局どうなったのかが気になったわ。この話が面白い、友達に仕事何してるか聞かれたらなんて答えよう、などの感想コメントお待ちしているわ。チャンネル登録、いいねもよろしくね。